枕崎からバスに乗り、とある場所へ向かいます。道中ね、車窓からは開聞岳とお茶畑を見ることができました。そして目的地に近づくにつれ、無数の石灯籠が並んでいることに気づきました。はい、こちら特攻観音入り口でおります。ずらーっとね、何百メートルにもわたる石灯籠が並んでいまして、そのね、石灯籠近づいてみますとね、ハッとしました。このように一体一体ね、表情の異なる特攻隊の方のレリーフが彫られているんですね。鎮魂と慰霊の町、知覧へやってまいりました。知覧平和公園はね、綺麗に整備されていまして、このようにね、映画で使われたゼロ戦のレプリカも展示されています。そして立派なね、特攻隊士の像、こちらもね、とこしえにという名前の像が建てられています。その像のすぐ傍らには、このようにね、特攻隊士の母の像、安らかにが立っています。そしてこの2つの像を見ていただきますと、このようにね、2つの像が向かい合った形でね、展示されているんですね。ちょうど母がね、息子をこう見るようなね、角度で建てられています。